試合が始まってヌニトとネアはダルチェニエンのパワーを恐れず序盤からガンガン攻めていって、ダルチェニエンの重いパンチを食らってもすぐにパンチを打ち返してペースを譲らなかったです。そして3回にヌニトとネアは得意なカウンター左フックを効かせます。初めてダルチェニエンがぐらつく姿を見て解説者は騒いでいました。そして5回にヌニトとネアはこの同じカウンター左フックを決めます。相手が踏み込んでくるタイミングに合わせてフックを顎にクリーンヒットしてダウンされたことのないダルチェニエンを倒します。ダルチェニエンは立ち上がろうとしますがバランスを取れなかったのでレフリーは試合を止めて、ヌニとドネアは KO で番狂わせを起こして世界チャンピオンになりました。わーお。セコンドのお父さんとリングサイドで見つめていたグレンは大喜びです。この試合は米国専門誌 The Ring から Knockout of the Year と Upset of the Year 賞が与えられるほど衝撃的な KO と番狂わせでした。試合後のマイクでドネアは神様、家族、そしてチームに感謝を伝えて、自分を疑っていたフィリピン人までにもありがとうと語ります。But first of all, I want to thank God for everything. My parents, my mom, I love them. My dad, Gary Shaw, for giving me this opportunity to Showtime. I love you guys. And my manager, Cameron, they made it happen. And to all the Filipinos out there who never believed in me, but I did it, and I proved you guys wrong. But I know that you're going to support me because I proved to the world that I'm something now. And I would like to thank everybody. Mabuhay ang Pilipinas.本当に家族を愛しているいい人ですね、ヌニトとネアって、はい、ある意味ボクシングは家族のために頑張ってきたって言えます。で、複数階級制覇して世界中に知られている有名人になってもヌニトとネアは変わっていません。お金、知名度、キャリアよりも家族と神を大事にして自分を信じれば不可能はないというメッセージを語る素晴らしいチャンピオンです。 Believe in God, believe in yourself, and nothing is impossible. I promise you that.